浪監督、トミー・ジョン明けの梅津光大を今夜先発へ、いけるんか？ TJ 明けとは考えられない器用草も生えない。トミー・ジョン明けのリハビリ登板重ねてる最中に体の違和感を覚えて1ヶ月実戦登板離れてたのに久々に2軍で1イニング9球投げて次は1軍の先発ってむしろいけると思うか？今年終わってるのに無理させるアホ、総力戦やぞ。オープナーなんかな。打たれるだろうから味方がそれ以上打つしかない。福谷か鈴木でいいやろ。もう消化試合や。本当にそれしかいないのか。先発というかオープナーやろ。今のヤクルトなら69完封できるで。明日からの対広島戦を見据えてや。6月1日3日の広島戦の結果次第じゃ唯一のシーズン勝ち越しが狙えるからな。いやガチで意味わからんのやけど、なんで TJ 明けにいきなり先発？さすがに23回で下ろすよな。梅津復活の10回無失点ピッチング。目を見せろ。再開でもええやろ。話題性で観客楽しませろや。てかほんまこれでいいよな。連続再開回避できそうやから総力戦に切り替えたんか知らんけど。全員野球やぞ。防御率 3.28 の先発落として TJ 明けのやついきなり先発させるんをさすがやで。立浪班2イニング投げさせてあとは上田ロングやないの。 TJ 明けって身体とフォームが馴染むまで結構めった打ちされるケースが多いけど大丈夫なんかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。